その過去の経歴がマスコミを賑わしている。議員としての行動ではなくて、それ以前の、要はプライベートなことなので、必要があればご本人が説明をされれば足りることではないかと。岡田氏は党として問題視しない意向を示し、田中氏が秘書を務めていた河村隆名古屋市長は擁護した。でいろんなことにチャレンジをしたかったと、そういうことでございますので、僕はきっとですね、逆境を克服してきたですね、立派な議員になるだろうと。僕もあそこまで聞いておりませんでしたけど人生ってそんなもんじゃないですか。田中氏と共に映画に出演した辻岡正人さんは当時を振り返り、理路整然と物事を分かりやすく表現するような人で、年下の面倒見が良くて、年上からも可愛がられるような、なんか神秘的な人ですよね。やっぱ自分が生きてきた人生なんで、それをなんか隠したり否定するっていうことよりは、それをやっぱ生かした上でどのように支援していけばいいのかとかの僕は考えていってほしいなと思いますよね。先ほど田中氏は一連の報道についてカメラの前で初めて口を開いた。まず世間をお騒がせいたしましたことにつきまして、心からお詫びを申し上げたいと思っております。私は非常に厳しい経済状況の中で、生活をしてまいりまして、生きるために必死で仕事をしてまいりました。この時の気持ちを忘れずに、これからも社会的弱者の目線に立ったぬくもりのある温かい政治を行ってまいりたいと思っております。